それではね、遺伝子突然変異と染色体突然変異を説明します。特にね、あの、多くのね、高校生が困ってるね、染色体突然変異のね、あの逆位のわけのわかんない図見てみましょうか。まず簡単にね、遺伝子突然変異、さらっと見ていきます。あんまり大学では遺伝子突然変異ってワードを使わないけどね、えまず、血質、一つの延期がなくなる、挿入、延期が一つ付け加わる、ね、痴漢、延期が他の延期に置き換わってしまう。ね、それを、そんな、こんな変異、ね、遺伝子突然変異って言います。 特に危険なのはね、結湿と挿入です。これなんでかっていうと、フレームシフトが起こる危険があるんですよね。フレームシフトって、コドンの読み枠がずれちゃうんですよ。例えばここに、お使いの命令文があります。みかん、りんご、バナナ、スイカ、メロン。ね、コドンのように3文字ずつ意味が与えられています。コドンもね、あの3塩基の並びでしたよね。3塩基で1つのアミノ酸を指定する。 フレームシフトが起きると、ね、一延期が抜けちゃったり、一延期が付け加わったり、ね、あの、欠失とか挿入が起きて、フレームシフトが起きると、そっから先、読み枠がずれて、フレームシフトが起きて、全部指定するアミノさん変わっちゃうかもしれないんですよ。例えば、この、ね、えっと、お使いの命令文。欠失がね、このお使いの命令文に起きたとしましょうか。例えば、ミカンのんが欠失してしまった。欠失してしまった。ね、なくなってしまった。 ね。そしたらさ、この命令文どうなると思う三文字ずつ。ね。三文字ずつ区切ってみようか。ミカリでしょミカリ。ね。ミカリなんていう果物は、ちょっとわかんないね。あとは何、何ウンゴバね。ウンごバなんていう果物はないね。あとは、え、ナナス。ね。ナナスもわけわかんないね。あとは、え、イカメ。ね。イカメとかよくわかんないね。このふうに一文字抜けて、ね。結出が起きて、それでも三文字ずつ読んでいこうと思ったら、全部の三文字の情報が変わっちゃうんですよね。 これがね、フレームシフトっつって、アミノ酸を指定する、えー、3つのね、あの、塩基の区切り、ね、読み枠が変化してしまうんですね。そうすると、アミノ酸配列が大きく変わってしまう。ね、そんな、え、可能性があるんですね。時間は簡単だよね。ね、塩基が他の塩基に置き換わっちゃうっていう、えー、突然変異です。ねまあね、一応ね、えっと、あ、じゃあアミノ酸が変わっちゃうんだなってね、まあ単純に思ってもいいんだけど、 ちょっと発展生物までちょっと勉強する人はいろんな可能性考えてしいのね。例えば、収縮コドンが生じてポリベプチとか短くなっちゃうかもしれないな。ねあとは、ね、イントロン領域に変異が起きて、ね、イントロン領域、ね、どうせ覗かれる領域に変異が起きて、ね、結局できる、ねタンパク質変わんないかもしれないな。また、同、え、期、ーねえっと 複数のね、コドンが同じアミノ酸を指定する場合があるよね。だから、一塩基、ね、特に三文字目がねえ、結構変わっても大丈夫だけど、一塩基、ね、別の塩基に変わっちゃったからって、同じアミノ酸を指定する場合もあるんだよね。こんなふうにね、いろんな可能性を頭に思いがけるように、ちょっとね、あの、難関代受ける人はしときましょう。で、次はね、染色体突然変異、ね、染色体レベルの、えっ、ー、と、話です。 結構ね、重大な、えっ、ー、と、影響が出る場合もあります。場合が多いです。え、出ね、重複、点座、逆位。え、これだけね、まあ、知っとけば、もうここで動画としてしまってもね、あのけ、大丈夫です。最近あんまりね、テストに出ません、これ。あの、まあ、出たとしても、この意味ぐらい。でも、これあんまり、こう、なんていうか、わけのわかんないネーミングじゃないから、ね、あの、消失、一部がなくなる、ね、重複、ね、一部が繰り返される、ね、え、転座、ね、別なところに移っちゃう、ね、逆位、逆になっちゃう。ね、ところあんまり、 えっと、変なネーミングじゃないから、これだけしとけば普通に点取れるんで大丈夫っす。これ自体あんまりテストに出ないし。ね。だけど、まあ、それでも知りたいっていう人のために、ちょっとね、あの、次から見ていきましょうか。この染色体突然変異ね。もちろん自然にも起こるし、えっと、X 線とかね、あの、いろんなね、あの、人工的な原因でも起こすことができる。けども、まあ、いろんな原因がある。で、様々なね、えっと、出来方が、様々な生じ方がある。けどね、まあ、ちょっと有名なものね、有名な生じ方見てみよう。 消質重複はね、これはね、あの、最近教科書に乗り出したからちょっと知っとこう。こんな風に不等校差って言って、染色体のね、あの、乗り換えが変なところで起きちゃう。ね、これちょっと変なところで起きてるよね。なんか、えっと、位置が、こう、上下にずれてるでしょ。こんな風に、変な風に、えっと、染色体の、えっと、位置がね、ずれちゃって、で、そのまま乗り換えが起こるとします。 それでね、あのこの赤い線で、ね、赤い線で染色体の、ね、交換が、ね、起こります。染色体の乗り換えが起こります。それでね、染色体がつなぎ変わると、こんな風にね、えっと元々とはちょっと、ね、あの違う形の染色体が生じてしまうことになります。ねえっと、e が、ね、2つ、ね、続いてしまう、ね、重複してしまったり、ね、もう片方の染色体は、ね、結ね E が、えっと、抜けてしまったり。 点座もね、簡単です。まあ、いろんなタイプの点座がありますけど、例えば、例えば、染色体の末端が交換されちゃうような点座もあります。ABC っていう順番で配列が並んだ染色体と、それと全然相動じゃない。ね、相当じゃないんだよ。全然相当じゃない。PQR っていう全然別な染色体。ね、PQR っていう配列が並んだ、全然別な染色体の一部が交換されちゃう。ね、こんな点座もあります。まあ、いろんな点座があります。 じゃあ最後にね、問題のね、ちょっとやんなっちゃう逆位見てみようか。これ見てみて。A, B, C, D って順番に並んでる、配列が並んでる染色体があるとしますね。A, B, C, D いいね。で、こんな風にちょっと輪っか状になって、輪っか状になって、そこでなんかエラーが起きて、この赤い矢印のとこで繋ぎ替えが起こっちゃった。 何かエラーが起きて、この輪っか状になったときに、この赤い矢印のところでつなぎ替えが起こっちゃった。するとどうなるかこうなります。こうなります。ちょっとこれアルファベットを折ってみて。A からアルファベットを折ってみるよ。A から見ていくよ。A、C、B、D。ほら、逆位だ。B と C が逆になっちゃった。ね、こんな風に逆位は生じるんです。 輪っか状になって、変なとこで、染色体がつなりかが、つなぎ変わっちゃって、ね、そうした結果、B と C の順番が逆になっちゃった。AC、B、D になっちゃった。ね、これが逆位です。それじゃあね、あの、参考書とかね、資料集に出てくるあのね、訳のわかんない図、ちょっと見てみましょうか。え、まずね、え、ABCD だけじゃね、あの、ちょっと、えっと、染色体短いんで、 A, B, C, D, E, F, G. ね。A, B, C, D, E, F, G. こんな風に配列が並んだ染色体をちょっと想定します。そしてもう一本ね。青い方。青い方。え、逆位を起こした染色体も用意します。A, B, F, E, D, C. ね。A, B, F, E, D, C, G っていうね。F, E, D, C の部分で逆位を起こしている染色体も用意します。で、これね。 何の断りもなく、資料集とか参考書って、当然のように、症状倍の染色体、症状倍の染色体で染色体の突然変異を、染色体突然変異を話し出す。もちろん、症状倍って突然変異、突然変異の研究がものすごく進んでいた。ものすごく早い、ものすごく初期から症状倍の突然変異の研究が進んでいたってこともあるんだけど、 だけどこれ、雑学だけど、雑学として、症状倍の脱線染色体ってものすごい大きいの知ってますよね。症状倍の脱線染色体って、何度も何度も複製を繰り返して、だけど細胞分裂は伴わない。だからものすごく大きくなるんですよ。で、これ、雑学だけど、その症状倍の脱線染色体って、減数分裂の時の対合とよく似た現象を示すんですよ。これ、体細胞染色体対合、もしくは体細胞染色体対合っていうんだけど、つまり対合しようとするんですよ。で、でだよ。で ABCDEFG と配列が並んだ普通の染色体。そして、青い方。ABFEDCG と逆位を起こした青い方の染色体。これが対応しようとしたら、どんな図になるかって言うんですよ。この ABCDEFG の普通のやつと、ABFEDCG の逆位バージョン。この2つが無理やり対応しようとしたら、どんな図に、どんな像になるかっていう話なんですよ。 まずね、あの、普通のを一本描きました。ちょっとね、ぐにゅーっと曲げちゃったけど、まずは普通のを描きました。上から、A, B, C, D, E, F, G。ちょっとね、ぐるーっと回ってるけど、A, B, C, D, E, F, G になってるね。順番通りになってる。じゃあ、えっと、これに、えー、このね、青いね、えー、逆位を起こした、A, B, F, E, D, C, G っていう逆位を起こした染色体が、どんな形になれば、ね、これと対応できるのか。 それがこの図なんですね。<laughs> わけわかんないよね。ね。確かにでも上から A から見ていくよ。上から A から見ていくよ。A、B、ね、青い方見てるよ。青い方。A、B、F、E、D、C、G。ね。A、B、F、E、D、C、G。ね。ぐるーっと回ってるけども、確かにね、同じ相当な配列で、 同同じソードな配列同士、ね、あの対合ししよようとしてるよね,ねこんな風に逆位を起こしてるやつと起こしてないやつが対合しようと、なんとか対合しようとすると、ねこれあの、これ絶対のパターンじゃないよ、これ絶対のパターンじゃない、絶対のパターンじゃないけど、こんな風にぐにゅーっとなればえ対応できるよねっていうね、一つの、えっと、例を示してあるんですね。これね、これをいきなりさ、ね、あの <laughs> はい、これ逆移っすよって意味わかんないよね、マジ意味わかんない。ね、実はね、こんな背景があったんですね。 では、ご清聴ありがとうございました。遺伝子突然変異と染色体突然変異の話でした。染色体突然変異はね、まあ、超難関大学で考察問題として出てたりとか、あとは次第とかで出るくらいなんで、ね、えっと、さらにね、あの、パワーアップしたいなって人だけで、ね、大丈夫です。ね、あんまり経質に覚える必要ありません。ではね、えっと、突然変異の話でした。お疲れ様でした。